初代リトルトン男爵初代リトルトン男爵、ジョージ・リトルトンは、グレートブリテン王国の政治家、貴族、文人。1755年から1756年まで財務大臣を務めたほか、庶民院議員を21年間、貴族院議員を17年間務めたが、政治家としては凡庸であった。文人としては、同時代の政治を風刺する著作を多く出版しており、 アレキサンダー・ポープ、ジェームズ・トムソンなど同時代の分断での友人が多かった。第四代順団シャクサートマス・リトルトンとクリスチャン・テンプルの長男として1709年1月17日に生まれ同日にピカデリーの聖ジェームズ協会で洗礼を受けた。1725年よりイートン・カレッジで教育を受けた後1726年2月11日に オックスフォード大学、クライストチャーチに入学したが、学位は習得しなかった。1728年3月に、ブレンハイムという初代マールバラ公爵ジョンチャーチルを、叩える参加を出版した直後から1730年まで、グランドツアーに出て、ドイツ、フランス、イタリアを旅し、その道中で、ソワソン会議に立ち会ったほか、1730年には、ローマで、 アレキサンダー・ポープの不ボ列伝を受けて、アンイピスルツー・ーミスター・ポープ、フロム・エイ・アング・ジェントルマン・アット・ローマと題するポープ宛ての施策を書いた。王太子フレデリック・ルイス、チャールズ・フィリップスが1737年、1732年にジョージ・ドディントンにより、ウェールズ公、フレデリック・ルイスに紹介され、王太子に気に入られた。1734年に、 母方のおじにあたる初代コバム史爵リチャード・テンプルの異を受けて、王太子を説得し、王太子の政治顧問で与党派保育党に属するドディントンを更迭させて、第四代チェスター・フィールド伯爵フィリップ・スタンホープを任命させた後、1735年3月に議兄帝にあたるトマス・ピットの指示を受けて、オーク・ハンプトン選挙区の補欠選挙に出馬、無投票で当選した。 同年に、王太子の自重に任命された後、1736年4月29日に、議会で初めて演説し、王太子の結婚を祝いつつ、国王ジョージ2世と首相ロバート・オールポールを攻撃した。リチャード・ブレンビルらと共に、コバム派に属し、自身の領地に基づいて投票したという理由だけで、コバム主尺とウィリアム・ピットを陸軍から追い出したとオールポールを攻撃。 1737年8月には、大大使付秘書官に任命された。英国議会誌によると、首相ボルポールを積極的に攻撃したリトルトンを秘書官に任命したことは、大大使が公に野党に転じたことを示しているという。分断ではこの頃により、リチャード・グロバー、ジェームズ・トムソン、デビッド・マレットといった詩人を大大使に紹介したが、 彼らが政府を攻撃する劇作を書くし向けたため、与党派の新聞、デイリーがゼッティアーに敵意を向けられ、リトルダンと風刺された。リトルトン自身も、初代ボリングブルック死者ヘンリー新ン,ンのイングランド史論の影響を受けて、1733年にエリザベス女王の一生と知性への観察を表し、エリザベス一世紀の政治とロバート・ウォルポール首相期の政治を対比したが、 これは存命中には発表されなかった。他にも1735年にレターズフロム、エーペルシアンイン、イングランドツーヒズフレンドアットエイス・ファハンと題する著作を発表し、1737年4月9日と10月15日にコモンセンス、またはイングリッシュ・マンズ・ジャーナルという野党派の新聞に寄稿した。議会においても1738年2月3日に、 陸軍の規模削減に対する、ウィリアム・シッペンの修正案に賛成、1739年2月にスペインとのパルド協定を攻撃するとともに、再び陸軍の規模削減を主張した。同年に、匿名で、カンジダー・シャンズ・アッポンザ、プレゼント・ステート・オブ・アワー・フェアーズ・アット・ホーム・アンド・アブロード・イン・エーデター・ツー・エーメンバー・オブ・パーラメント・フロム、 エーフレンド・イン・ザ・カントリーというパンフレットを出版し、主戦論を主張した。1740年1月29日にサミュエル・サンズの官職法案に賛成する演説を、1741年2月にサンズのウォル・ボール不信任決議案に賛成する演説をした。総選挙を控えた1740年秋にトマス・ピットは有権者に対する選挙活動を行うと、 1741年、イギリス総選挙で、ピットとリトルトンが無投票で再選した。また、父によりウスターシャー選挙区の候補にも押されたが、1412票しか得られずに落選した。落選の理由について、リトルトンは1741年5月23日付の大ピット宛ての手紙で、ディアハースト子爵ジョージ・コベントリーと第2代、 フォーリー男爵トマス・フォーリーが選挙活動に莫大な資金を拒出した上、選挙活動自体にも勤勉だったため、自身の乾杯だったと述べている。チャールズ・ハンベリー・ウィリアムズは自身の著作でリトルトンの落選を揶揄し、古代ローマでの前例を引用するリトルトンというカリカチュアを描いた。ジェームズ・トムソン、1736年、1742年2月に、 ウォルポール内閣が崩壊すると、同年3月に、ウォルポール内閣への調査委員会の設立決議案に賛成した。ウォルポール内閣の崩壊に伴い王大使が与党に転じたのに対し、バム派は入閣せず野党のままだったが、リトルトンは一旦は、王大使の秘書官に留任した。1743年に、首相ウィルミントン伯爵が死去すると、リトルトンは、 ヘンリー・ペラムと手を組んで、第二代カートレット男爵ジョン・カートレットを引きずり、下ろすことを指示し、カートレット男爵が失脚してペラム率いる、ブロードボトム内閣が成立するとリトルトンは1744年12月25日に、下級大倉卿に任命された。これに対し、王大,大使は、自身の認めていない人物から官職を得たとして、リトルトンを即座に、 自身の秘書官から解任した。その後、1745年末に、ダイピットと共に政府を攻撃したが、1746年2月に、ダイピットが官職を得ると、再び与党に転じ、1747年4月に、スコットランド世襲的司法権廃止法案への賛成演説をして、ペラムに激勝された。1747年イギリス総選挙において、 講演者だったトマス・ピットが大太子と共に野党に属したのに対し、リトルトンが与党に属したため、ピットはリトルトンを更迭して、大太子の支持するチャールズ・モンタギューを押そうとしたが、リトルトンが現地の有力者からの支持を確保しており、さらに与党側のペラムや第四代ベッドフォード公爵ジョーン・ラッセルもリトルトンを支持したため、結局ピットとリトルトンがそのまま無投票で再選した。 1744年1月26日、王立教会フェローに選出された。この時期のリトルトーンは、文学著作が少なく、1747年に、妻の死去を痛む者でを、同年にギルバート・ウェストの影響を受けて進学に、関する著作オブザベーションツ・オン・ザ・コンバージョン・アンド・アバッセルシップ・オブ・ストリート・ポール・イン・ A レター i ギルバート・ウ e スト・エスクを表した程度だった。 オックスフォード英国人名辞典によると、妻のた向けに書いたものでは、リトルトンの試作のうち最も有名なものだったが、後に、トバヤススモレットによるパロディが表された。リトルトンは、同時期にも分断における、友人付き合いを続けており、詩人ジェームズ・トムソンは1743年夏に、リトルトン家の所有するハッグリーホールで、ザ・シーズンズを遂行し、 1749年1月には、トムソンの死後に発表された、悲劇、クーリオ・レイニスが、リトルトンの影響力により、コベントガーデン劇場で上演され、さらに、トムソンの作品全集が、リトルトンの主導で1750年に出版された。イートン・カレッジ時代からの友人である、小説家ヘンリー・フィールディングは1749年の、トム・ジョーンズオリトルトンに検定している。 他にも、エドワード・ムーアによる、週刊新聞、ザ・ワールドの創刊を手助けしており、ボルテールとも文通している。1749年に、ペラムから、海軍会計長官への就任を打診されたが辞退し、1750年に、大ピットを仲介に王太子との和解が模索されたが、王太子が、翌1751年に死去したため、沙やみとなった。 オレスウォルポールによると、和解をめぐる交渉があったため、1750年から1751年にかけての会期におけるリトルトンの態度が不明瞭だったという。1751年9月14日に父が死去すると、順番釈位を継承した。1753年11月にユダヤ人帰化法の廃止に賛成した。1754年にペラムが死去すると、 リトルトンは、下級大倉教を辞任、同年4月に第一次入荷する公爵内閣で、王室金庫長官に、6月21日に、数密顧問官に任命された。同年4月の総選挙において、自身を講演したベッドフォード公爵が、野党に転じるという逆風があったものの、トマス・ピットが、財政難により、オーク・ハンプトン選挙区での影響力を政府に譲っていたため、 政府とベッドフォード公爵の間で妥協がなされ、それぞれ一議席を指名することになり、リトルトンはそのまま政府側の候補として無投票で再選した。第一次入閣する公爵内閣に対し、リトルトンがテンプル伯爵や大ピットの賛成を得ずに自派の内閣支持を約束したため、リトルトンと二人の関係が悪化し、さらに七百五十五年十一月に大ピットが 野党に転じたとき、リトルトンがそれに従うことを拒否したため、二人は完全に決裂した。リトルトンは、大ピットが野党に転じた理由を、公的な理由を装ってすらおらず、私的に入荷する公爵と敵対したためだけだったと批判し、1755年11月22日に財務大臣に就任したが、同時に大ピットからの激しい攻撃を受けることになった。 リトルトンは1756年1月23日に予算案を議会に提出5月11日に100万ポンドの追加予算を同議したが大ピットは前者における減債基金を担保に借還する提案を後者については予算の目的が不明瞭であることを激しく批判した入滑する校舎は国王ジョージ2世に越見した時リトルトンを 称賛したが、オックスフォード英国人名辞典によると、リトルトンには財務大臣に必要な財政に関する知識が少なく、この任命は不適切とされた。1756年11月に入ッする公爵が首相を辞任すると、リトルトンも財務大臣を辞し、同年11月18日に、グレートブリテン貴族であるウスターシャーにおけるフランクリーのリトルトン男爵に、 されたこれに対し、ホレス・ウォルポールは、最も熱心に祈ったことは召喚を被って天国に行くことだったと皮肉を持って評した。その後、同年12月2日に、貴族院に初登院し、民兵法案をめぐる弁論で、初演説した。以降、貴族院で頻繁に演説したが、英国議会誌では、二流政治家のままだったと評された。また、 著釈に伴い多くハンプトン選挙区における影響力も消えうせており、1759年11月に同選挙区の補欠選挙について意見を聞かれたとき、自身の代わりに入閣する公爵に聞くよう助言した。1763年にサイダー税法案に反対し、その第2読解と第3読解で反対演説をして、 リトルトンを批判することの多かったホレス・ウォルポールでさえ、リトルトンの演説を称賛したほどだった。1764年2月、ティモシー・ブレックノックの王権の検閲を同義して可決させた。同年4月には、テンプル伯爵とダイピットと和解し、二人と首相ジョージ・グレンビルの中を取りなして、第三代ビュート伯爵ジョン・スチュアートに対抗しようとした。 1765年7月に第一次、ロッキンガム公爵内閣が成立すると入閣を打診されたが、ダイピットとテンプル伯爵との決裂を断って入閣を辞退した。1766年1月、陰死法廃止に反対した。1766年にダイピットを主犯とするチャタグ伯爵内閣が成立するが、リトルドンは1767年3月に、 内閣崩壊を予想して、グレンビル派、ロッキンガム派、ベッドフォード公爵派の連立内閣を構想し、その構想をジョージ・グレンビルに送った。1770年2月に、庶民員によるジョン・ウィルクスへの追訴に反対、1772年に、ホイック等の党員拒否案に反対した。1760年代になると、再び著作を発表するようになり、 1760年に匿名でダイアラックス・オブ・ザ・デッドを1765年に追加でフォーニュー・ダイアラックス・オブ・ザ・デッドを発表し1767年にはザ・ヒストリー・オブ・ザ・ライフ・オブ・ヘンリー・ザ・セカンドを発表したこのうち後者はヘンリー・ニセイの伝記でありリトルトンからアレキサンダー・ポープ宛ての手紙によると少なくとも1741年より 断続的に書いていた。1773年8月22日に、ハックリーで死去、同地の教区教会に埋葬された。息子トマスが釈位を継承した。死後の1774年、サミュエル・ジョンソンが、リトルトンの伝記を表した。第二代ハービー男爵ジョン・ハービーは回想録で1730年代末のリトルトンについて記述しており、その要望を、 背が極めて高く痩せており、顔を、ミニキ演説の声を、一本上司などと極めて低い評価を下している。ダイピットの評価ではリトルトンがあらかじめ議題の決まった弁論で素晴らしい能力を示したが、英国議会誌によると、突発的なやり取りにおいてはリトルトンがダイピットの日ではなかったという。1742年6月、ルーシー・ホーテスキュと結婚。 一男二女を設けた。二人の仲は良かったが、ルーシーは、次女、メアリーの出産中に死去した。1749年8月10日、エリザベス・リッチと再婚したが、二人の仲は悪く、1756年にエリザベスの浮気が報じられ、1759年春には、エリザベスが、イタリア人のオペラ歌手にラブレターを書いたと広く、噂され、 結局リトルトンとエリザベスは別居に終わった。1754年から1760年にかけて、自邸であるハッグリーホールをサンダーソン、ミラーの設計で改築した。ありがとうございます。